さあやっていきましょうか。バイオはい、6月ももうすぐ終わるよね。まああと10日もしないうちに10日くらいかで終わっちゃうもんね。前回はアイテムをいろいろ取りつつね、次に進むための準備を進めていたんですが、静かにいいか、ここで穴赤くて下がベローンって長いやつを怒らせたらダメなので静かに行きますよ、ね、静かに静かに。あれ彼がいない。彼あれ彼あれ彼どこ行った。あれ彼どこ行った。もう一回じゃあ、はい、と進んでいきます。で、ここでやつはいないね。 OK、ちょっとね、もう警察署飽きたので、そろそろね地下に行かなきゃいけないというところでなんですが、これでねちょっと本棚をこう移動させて、で時計台をね、時計塔をちょっとやっていこうというふうに思います。でこれで OK。 じゃあ登っていきましょう。タイランド来てないよね、やつは来てないよね。よし、ザーマーザ、あお前このからピョインってと、ああきえちょっと待って、来ちゃった。これバレてる、もしかして。重くそバレてるよね、多分。落とした時にガッシャンって音で、あいついたなってバレてる。めっちゃ登ってるわ。ちょっと待って、うまいことやり過ごさなきゃいけない。来る来る、こっち来い、こっち来い、こっち来い。そう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 、そうだそうだ、お利口さんだ、そうだお利口さんだな。よし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 、オッケーオッケーオッケー。じゃあこれでうまいこと降りてくれてるよね、多分ね。あのね、たまにね賢いですよね、こっち来てるよね。仕方ない、ちょっと裏を回り込もう。オッケーオッケー、よし降りてこい、さあ近づいてこい、さあ近づいてくるんだ、さあ来い、さあ来い、ゆっくりおいで、その通り。よし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 、もうここまで来たら回り込まれることないね。よっしゃ、じゃあちょっと引く、やばいんだって。意外とねあいつね、こっち走ってるにもかかわらずね、あいつ歩いてるにもかかわらずね、早いんだって。いけ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 、あれあいつ回り込んできてガッシャンと落ちないのかな。これ面白くない。あいつがそれ理解してるってちょっと NEC として、ね、NPC カーとしてどうなのって思うけどね。ゾンビちゃんいる、やばい、入ってこれない、ここは誰もがもう無理なサンクチュアリー。はい、ということで、ね、時計台で、はあ、よし、シャカ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 。じゃあここからちょっとつまんないよ、ただの作業パートになるからね。これ時計台の階段がオープンザウィンドウ。ちなみにごめんなさい、なんかいろいろね変わってると思うんですけど、あれが終わった後に、ちょっと昨日のパートが終わった後にですね、ちょっと、なんかスターズ部屋に残したあのスターズの、USB とか回収して、でそれから次に進むためのちょっとアイテム整理とかね、させていただきました。なのでちょっと普段は全部お見せしていくスタイルを貫いているんですけど、今回はごめんなさい、ちょっとあのあと、うわもうこれだけのためになんか 1,2 分皆さんお付き合いさせるのもちょっと忍びねえな、構わんよ、構わんならいいか忍びねえよってなっちゃったんで、そこだけちょっと、裏でこそこそとやらせていただきました。ご了承くださいませ、お許し保れ。はい、ということなんでね、なんかさっきからレオンが苦しそうだとかダメージ受けたままだったんだっけ、で、今日これどこまで行けるかな、地下行けるかな、地下は多分行けるだすのはずだす。で、これで、あ、ちょっと待って、あの奥ってなんかアイテムあったっけ、特にないか、無駄足でした。なんかこういう時計台を見るとさ、バック・トゥ・ザ・フューチャーの1とか2とかに出てくるさ、ね、マーティーが消えていく時計台とかさ、雷ズドンと落とす雷のやつとかさ、あと上海ナイトって皆さん知ってます、ジャッキー・チェンとオーウェン・ウィルソンが出てくる映画なんだけど、西部の時代を描いた作品 でイギリスでね、悪いやつを倒す時もこの時計台
で戦うみたいな感じで、その時と比べたら随分と安っぽい感じだった。あれビッグベンなのかな、どうなんだろうな。今夜中の3時みたいですね。スタートした時は確か10時半とかそのくらいだったんですけど、一応このゲーム内の時間では5時間経ったものでございます。実際のゲームクリア時間をね、最終的に何時間になってるかとか、まあ、4時間切れてたらいいんじゃないか、初プレイあれだとしたらね。本来はなんかあれだっけ、あの2時間半以内にクリアしなきゃいけないとかなんだけど、まあ、だいぶねあのくるくる回って無駄足踏んだりとかしてるし、本来集めなくていいアイテムとかも集めながら進めてってるからね、まあそこら辺は怖い今日ということで、さてと、あそっか、これであれだ、地下行ってゾンビあっち行ってる。よし、じゃあ警察官もあっちなので OK。 じゃあこれで、あ全然違うとこ行ってる、全然違うとこ行ってる。じゃあはい、バイバイ。これであれだね、やつもいないしチャンスじゃね。よし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 、じゃあこれでこのまま外行ってだよね。これ時々ね、なんかね、あの先回りしてね、ガッシャン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 出てくるケースとかもあるからね。あちょっと待って、こういう無駄足を踏んでる間にね、やつが忍び寄ってくるからね。さてとで、オッケーオッケー、じゃあこのまま進んでいって例の駐車場の方面に向かっていきましょう。いないよね、あれほど、あれ本当にゾンビいないんだったっけ。もういないならいないで楽でいいんだけどさ、ここは相変わらず開けられないし、でここを OK 戻っていきましょう。でまあもうここに戻ってくることは多分ないから、ゾンビがバッシャンで入ってきたところで関係なスイングですね。よし、じゃあ行きましょう。あーここ結構でも緊張するんだよね。ワンコーが髪いる？あ、いないね。よしよし、見当たらない、もう見当たらないシーンで勝ちなんだって。あとはここなんだよ。ここでなんかサンタまたピカピカ光ってたの。セキュリティ長くない？多分数時間はなんかピコ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 光ってたんじゃない？ということでジグザグジグザグ、これあんまりインを攻めすぎるとね、ワンちゃんがねわーって、おっしセーフで、これ装備しといて、これなんでいるかっていうのね、皆さんもうご承知の通りでございますよ。じゃあ行きましょう。いやー、やっとここまで来れた。これ今何パート目なんだろうな、わかんない、8か9かとかそのくらいなのかな。あんまりパート数は覚えてないからね。さて謎解きタイムです。テレテテ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 、違うな、こうだな、今日そう、OK、で、あ、1個はいけて、あー、1個が断裂されてんのか、あ、OKOK、おお、意外と賢いんじゃないか、ここまでしないと開けないほど強烈な、ね、鍵って何なのって。ここでタイラントの紹介、しかもあんなものまで出してくるとは便利って、そこまで調べてたのに、素晴らしいよね。さてさて、じゃあちょっと目玉なし汁ブッシャーさん、申し訳ないけどちょっと頂戴するよ。んボイスレコード、ようこんなあざと気づくよね。よしよし、これはアンブレラが設立した評価の自他書だけなかった。そんなネタじゃ誰も解けちまう。みんな自由に歌うまで知らないもん。しかも街のクソでかい穴の子は地下にあるあんたの研究所に連れておるのか。緊張ね、こういう肝心な時にはね、エイダ姉さんは来ないっていうね。本当何してんだろうねっていうね。まあまあこの後にね、この後の肝心なタイミングでね、来てくださるみたいなんでね、まあ、それはそれでありがたいんですけど、じゃあこれ引っ張って、あれ、
ノーマルだとここのゾンビも出てこない。ちょっと待って、なんか忘れ物したわ。こっちにレバー、あれ、ちょっと待って、違うよ、あれ、レバー引いたらあの奥の鉄格子が開いて、てかその前にここ開く、あれ、ゾンビが襲ってこない。あ駐車場のカードキーを拾うのを忘れてた。ちょっと待って、あれ、他になんかあったっけ、なんか俺 やらかしてることある、何か持ってくるの忘れたの。いや、んなわけないよな。だよな、そうだよね、やっぱり、やっぱりあの駐車場のカードキーを忘れただけだったな。たぶん それを取ったら、まあ、次進めるはず、進めるというか、なんかめっちゃ襲われるはずです。出す、はい。だよねー、何の装置が作動しとるんやって、お前らそんなどこに隠れとったのよっていうね。あれね、実際ね、檻の中覗いてみたらそんなにいないはずないよ。あ、てかこいつ帽子取れてるけど、いつ取れたんだろう。まあ、その取った記憶ないんだけどな、打ってないし、てかまず遊んであげてないからね、彼とも。よいしょ、経緯来てないよね。はい、もうこれ一発でなんとかなるんだったら、もうほんと安い買い物ですわ、ほんまに。来たー、よく見ると顔がブツブツに黄身だらけ。こんなにブツブツ長いかな、タイランとかあのブラックマヨネーズの吉田さんくらいしかいないですからね。まあ、ただ頭に何か刺さってるってことはないんだけど、これも賭けだよな、本当に。ピク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 、あっ、ね、これであなたを二度も助けたって言うけどさ、証拠掴んだんだからそれでチャラだろっていうね。結まあ結果的にこいつの命を助けるのはレオになるんだけどね。まさか数えてたとはね。確かに 数えてるってなんかあれだね、 あざといよね、結構なんだかんだ言うてね。さあ、まあ爆発ですな。さあ、なんとか無事ね進めることができましたんで、この次でね、ちょっと次のステージに進んでいこうというふうに思います。だ、区切りのいいところどこまでかってところだよな。ここを出ましょう。まあいっか。まあポツポツ進んでいきましょうかね。エイダさんがいろいろとあのなんか証拠になってるかどうかっていうチェックのね、なんか音楽じゃねえやVTR でもないしな、まあ、音声かを聞くっていうシーンがなんかあるらしいんでね、それを見ながらうろうろうろしときましょうか。よっしゃ、こんだけね、なんか広いスペースにあるんだけど、残念ながらあの、ね、1個もね、1個もアイテムが落ちていないっていうね、剣道のガンショップに入らないと何もアイテムがないっていう、ちょっと残念な落ちなんだよね。そのアンブレラって製薬会社って言うけど、どうなんだろうな、日本でいうとこの武田とかアステラスとかその辺りになってくるのかな、それともジェネリックなのかな。まあでもなんか自社開発とかしてそうだよね、自社開発 そのジェネリック品じゃないやつで言うとそうな気もするけど、まあ、そこら辺は、まあ、詳しいことはね、まあ、ただなんか一番アメリカで金を持ってる会社って言ってるくらいだから、そうなんだよな、人間って結局さ、金とかさ権力を持ったらさ変わっていっちゃうんだよな。だから日本でなんかこう爆発的な成功者がなかなか生まれにくいっていうのはさ、その貧富の差が激しいとかっていうのが、まあ、外国と比べたらあんまりないっていうのもあるし、まあ、それから他にもさ、なんだっけ、あのあれだよ、
そこそこ貧乏なんだけど、そこそこのいい環境で暮らしていくことができるから現状満足するから、今の環境が嫌だとかさ、そういうのがあるからなんか人間頑張ろうぜみたいなのあるんだけど、ちょっとこのシーンは悲しいので一旦黙っとく。頑張れ、娘のことはお前には関係ないだろう。銃を捨てて。よせ、やめろ。そこをどうぞ。その子が変わる前に処理しないと。処理だと。俺の娘なんだぞ。いいだ。もういいだ。エマ、そこを出るなと言ったろ。ここにいる。いいよ。あの連中にやられたって。家族みんな。あんた聞いただろう。なんでこんなことになったんだ。なんで俺たちがこんな目に遭う。なあ。俺たちの天使だったのに。ママは眠ってるんだ。いいね。そろそろお前も寝かせないとな。エマ。さっさと行けよ。娘と二人にしてくれ。彼には真実を知る権利がある。違う。何が起きてるのか教えてくれ。こんなこと止めないで。あんな人たちを救いたくて。自分も娘がいますからね。万が一よ、ないけどさ、万が一こういう状況になったとしてさ、アンブレラを止めることなの。娘が感染しました、命がけの、俺は元気ですってなったら、この町を救うために、うん、なんだって。なんか、いや考えたくないけど、娘を手かけてその後追いかけるのか、もういっそのことを、いや、うん、どうだろうな、娘に殺されるっていうのも考えるけど、あれだな、どっちかというとそうなったら俺は死ぬけど、アンブレラ氏も知ってるの、娘はその姿のままでい続けるっていうことになるもんね。まあ俺も感染することになるかな。だとしたら二人とも眠れたら、今の状況も説明がつくね。手かけられないだろうな。ちょっと心理しちゃった。このアイガール2の中での一番の被害者は彼、彼女だと思うんだよね。まあ、他にもこう表に見えないストーリーがいっぱいあると思うんだけど、下水道か。いやー、なんかベラ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 先まで勢いよく喋ってたにもかかわらず、ちょっとしんみりしちゃいましたね。科学者がこんなところにいるのか。とりあえずちょっと次進めていく前にもう20分過ぎようというところまで来ていますので、もうちょっとその手前でね、あの次進むための手前のところでね、セーブポイントっていうのがありますので、そこで終わって、おきたいというふうに思います。ここ入ってもらってね、それ忘れてましん。 OK、このまま進めていきやしょう。じゃあどうするんですか。なんだよ。じゃあね、なんとか無事ここまで来れたんで、例のごとく最後のアイテム整理を行って終了とさせていただきたいというふうに思います。いろいろと考えさせるね、バイオハザードもね、単なるね、あの、なんだろう、サバイバルホラーっていうだけじゃなくてね、こういうヒューマンドラマみたいなところもね、考えさせる部分あると思うんですが、はい、まあね、
この動画がね面白いなとかね、あの、まあ、今後もちょっとラジオがてら見ていきたいなという方はですね、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら嬉しいと思います。嬉しいと思います。嬉しいです。ということでね、本日も最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。アイテム整理をしながらでございますが、この辺りで終了とさせていただきます。それではお疲れ様でした。さよなら。バイバイ。